こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日は代謝を上げるためにすべきことについてお話しさせていただきます。今日はですね、代謝を上げるためにするべきことっていうお話なんですけれども、パーソナルで来られる方、お客様などでよく耳にするんですけれども、代謝が下がってきたとかですね、代謝を上げたいっていうようなお話をいただくんですけれども、今日はですね、そもそも代謝っていうのはどういうことなのかっていう説明と、その代謝の種類っていうのがあるのでお話をさせていただいて、最後に代謝を上げていくために、それぞれどういうことをしたらいいのかっていうところでお話しさせていただきたいと思います。まずですね、1つ目、この代謝っていうのを言葉で説明させていただくと、生命は酸素を取り込んで栄養素、食事を取ります。で、食事を取って消化吸収してエネルギーを生み出して、で、体を動かしていくと。で、余分なものは排出していくという、この一連の流れ、これが代謝と言われます。ですので、代謝がいいというのは、この一連の流れがスムーズに行われている状態、代謝が悪い、代謝が下がっているっていう状態は、何らかの事情でこの流れが、何か障害があったりとか、スムーズに行われてない状態を意味するというところです。2つ目に、この代謝の種類というのが大きく3つありまして、まず1つ目が基礎代謝です。これはもう皆さんよく耳にするところだと思うんですけれども、人間は何もしていない状態、寝ている状態、心臓が動いて、内臓が動いて、呼吸をしてっていうところで常に脳も働いているので、全ての代謝の、大体 60% 前後が基礎代謝と言われてます。2つ目が活動代謝と言われるもので、この基礎代謝、何もしてない時に発生する代謝以外の代謝になります。なので、運動している時に体を動かすことももちろんですし、仕事をしたりとか家事をしたりとか、日常生活で動いている全ての活動において、必要とされる代謝が活動代謝と言われます。で、3つ目が食事誘発性熱産生という代謝なんですけれども、これは食事をとることによって、その栄養素を吸収して消化吸収する、ここにかかる代謝、大きくこの3つになります。それぞれでこの代謝を上げるためにどういうことを心がけたらいいかっていうところについてなんですけれども、3つの代謝についてお話しさせていただくと、まず1つ目、基礎代謝、これに関してはよく基礎代謝を上げるために筋肉をつけるっていう言い方をするんですけれども、もちろん筋肉が多いと筋肉でエネルギーを使うので、食べたものが代謝されやすい状態にはなるんですけれども、この筋肉を増やしていくっていうことももちろん重要なんですけど、筋肉を増やすっていうのは結構やっぱり難しいことというか、筋トレされている方でしたら感じると思うんですけど、筋肉を1キロ増やしていくっていうのも結構大変なことになってくると思うんですけど、ちょっと考え方を変えると、しっかり運動して筋肉を動かすことによって、で、筋肉が使われると摂取したエネルギー、タンパク質や糖質が筋肉に栄養として運ばれやすい状態になる。で、さらに体を動かしてそのエネルギーを生み出していくっていうような循環をしていくことで、この基礎代謝っていうのが上がりやすくなります。ですので、筋肉をつけるっていうことはもちろんなんですけれども、しっかり体を動かしていくっていうことが基本的には重要になってきます。基礎代謝の内訳で、筋肉って結構重要視されるんですけれども、主にはやっぱり脳であったりとか肝臓という臓器もこの基礎代謝に大きな役割を担ってますので、筋肉だけではないんですけれども、しっかりと先ほども言った通り体を動かしていくっていうことは基礎代謝向上には非常に重要になってきます。で、2つ目がですね、この活動代謝、活動代謝においてはこれもですね、体を動かすっていうことがすごい大事になってくるんですけれども、ポイントはですね、その活動って言っても運動の活動と運動以外の活動っていうのがありまして、これをニートって言うんですけれども、このニートっていうのは非運動性熱産生と言いまして、運動以外の活動
を意味します。というのは日常でですね、家事をしたりとか通勤で歩いたり、犬の散歩をしたり、全ての運動以外の活動の代謝を意味するんですけれども、この代謝を上げる上では非常に重要なのがこの、ニートの時間、ニートの活動をどれだけ増やせるかっていうところがポイントになってくると思います。ダイエットがスムーズに進んでいく方の例としては、やはり普段の生活の中で知らない間に動いているっていう方はダイエットも非常にスムーズに進捗しやすい傾向にあって、やはりそれぞれの環境があると思うんですけれども、電車通勤、車通勤で活動も違ってきますし、一日ずっとデスクワークの方が立ち仕事で動く方でも、全然その活動のエネルギーっていうのは違ってくると思うんで、やっぱり意識していただきたいのは、日常の中でどれだけやっぱり動いていくかっていうところを普段何気ないところからで、いいと思うので、ちょっとずつですね、動いていく量を増やしていただくことをお勧めします。で、最後に3つ目が食事誘発性熱産生っていうところなんですけれども、これはですね、先ほども言ったんですけど、食べたものをエネルギーとして消化吸収していく上で発生する熱、代謝のことなんですけれども、3大栄養素でそれぞれ割合があります。で、これ少し覚えていただきたいんですけれども、炭水化物の場合は 6% と言われてます。で、脂質が 4% で、タンパク質が 30% と言われてます。ですので、3大栄養素をバランスよく取るっていうのは前提なんですけれども、このタンパク質っていうのがですね、例えば 30% が食べただけで消費するのであれば、サラダチキンでもいいんですけれども、これ 25g で 100kcal のもの、タンパク質チキンを食べたとします。そうすると 30kcal は食べて消化するだけで、もう使われるっていうことなんで、食べるだけでエネルギーを使ってるっていうところになります。ですので、普段の食事の中でですね、よりタンパク質っていうのを中心として意識的に摂取していただくってことは、代謝を上げていくっていう意味でも非常に重要になってきます。ということで、今回はその代謝についてのお話をさせていただいたんですけれども、やっぱりですね、代謝を上げていく上で重要なのは体を動かしていく、もちろん運動筋トレっていうのも重要なんですけれども、それ以上にしっかりエネルギーを摂取して体を動かして、そのエネルギーを使って、でまた必要なエネルギーを摂取してっていう形の体の機能をしっかり整えていくことが重要になってくると思いますので、皆さんもぜひ参考にしていただければと思います。では今日の動画が参考になったという方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。Bレジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しております。またBレジェンドでは毎月新商品お得なセールも開催しておりますので、概要欄の方からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。